義肢使いたくないんだよね、本当は。ソロの時ハンターの位置が分かんないからさ、 4VC だとあっち行ってるこっち行ってる危ない危ないとかって言って結構教えてもらえるからさ分かるんだけど、ノラの時の義肢ってマジきついからちょっとやりたくないんだよ本当は。いやーマジでクソスポやんな本当。あ、なんかさあ行くぞ。あそこに人がいるってことは南か。出た、で、出た、もう今日あればっかりやん。いやでも俺が解読早かったのワンチャンあるけど、解読文庫構成じゃんこれ。ちょ待って、でわで傭兵さんさカラソーク行ってない、行ってないね。オッケーオッケー。いやーペルはなー、こんな時に限って小屋に2台ないしな。工場行ってるね。でこれ1回の俺が起こそう。王子の人には逃げてもらって、そっちに行ったか。よく変えた。やば、マジかそれ。もうバチリすぎとって、このまま逃げてもらおう。オッケーオッケー。一回また初手、初手あれやん。え、俺さ貧乏神じゃね。俺貧乏神だろ。運悪すぎマジで。そんなことある、ひどいな。注射ぶち込んでるところに多分やられたよね。でもこれ俺貧乏神だな完全に。お注射はやっぱ、厳しすぎるな。で、炭鉱チェイスで、俺が起こしたから自分で立てる、それがでかいって感じで。1回目やっぱ自分で起死回生吐くっていうよりも誰かに起こしてもらうのが絶対でかいからな。で、小屋置くと中央とここ1台とあと1台新規やな。ちょっとロボットが壊されちゃったから俺は逃げるか。で、ここ半分ぐらい解読して、ここはあとはもうロボットに任せよう。で、新規を観光さんがやってくれてるから、あと中央の傭兵さんでしょ。でこっちもほぼあんま進んでないんじゃないって。で解読速度来たらロボットで、ロボットであげよう。でこれで高音値張ってるやんな。ここで俺に来られてもちょっと困る。あるぞあるぞ、ワンチャンあるぞワンチャンあるぞ。ワンチャンどころかツーチャンフォーチャンファイブチャンあるぞ。これハッチがここにないやろ。だから一番ゴミクソにハッチがないっていうことはハッチの位置がいい位置にあるってことでしょ。これあるぞ、3通でも全然あるぞ。あ、ハンターがいたか。ちょっと真上にハンターがいたから立てなかったんだ。立ったそれとも。でこの解読の速さのついでに OK。 いやこれある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 、全然あるぞ。ここはすぐにしといて、まだ解読上がりませんよみたいなの醸し出す。地を守るもん。で俺のロボットはもう終わりやから、ここは上がる。でゲート前待機させるでしょ。いやさ、いや俺作詞だぞマジで。これ何とか守られてるんだ、だるいな。で開きがハッチなんだけど、開きパッチで真ん中までやってるよな。曲げる、何もできない。上げて中央を守ってるから、中央じゃなくて他のところ解読しよう。あんまやりたくねえなここ。もうペルに来られたら間違いなく逃げる。ナイス、いいねそれ。
解読がゴミクソだから、これちょっと上げ切るの厳しいな。炊飯器変えた。まだ俺震えてないもんね。でここでロボットで自分を回復。で炭鉱者はどこだろう。炭鉱者圧迫してるかな。オッケー。来てる。いるな。これ絶対俺超えんの分かってるから。お、ロッキー。ミカさん押したらどうせ切られるだけやから。手直ししてるな。それ振るやろ。うん、オッケー。うわ感謝か。だるみ沢やの間に合い。聞くね。俺がダウンだったらないかな。うわこれもう待機してやがる。畜生どうしようかな。これそっちのは俺のじゃないから28で変えて瞬間移動。どっちに出すかやんな。やーばい、これどうしよう。ペルシーのこの上町ほんとだるいんだよな。いるんよねハンター。これどうしようかな。あんまり時間もかけたくないしね。ワール。あらら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 。かたーよっしゃー。これが義士の強さですよ。マソとこのスポーンは工場もらえないスポーンかも。そこの解読機欲しいんだよな。別の解読機を解読してもらってもらって 0.5? なんだろう、ボソボソか。で1回目は傭兵さんに救助してもらって、俺がラブ級かな。で1回目、でもこれで獣都市が8割7割かな。地下か。地下は確かにちょっと厳しいな。指名手配は傭兵ってのがまたいやらしい。あ、それナイス。おお、やばい。
だよ。この電池の消費量やったら1台浴びきるもんね。だから負傷が少ない今のうちに本体あげとこうか。負傷が少ない本体を今のうちにあげといて、もう二人時間費やしとるし、救助してしまうか。オッケー、ナイス。そこはもう、ここはちょっと寸止めがいいな。カラス鳴っちゃうし。もう解読集中。ボスマスもこれでダウンや。で、鬼没吐いてるから。場所待ってるの、もう逃げよ。来た。めっちゃ嫌だ。見えな、ね、見え見え見え、ナイス、あるある。